シーニック航空は、アメリカ合衆国ネバダ州を拠点とする航空会社である。主に、グランドキャニオンをはじめとするアメリカ南西部の国立公園などの観光ツアーを行っている。1967年に設立された。1969年には、遊覧飛行を行いながら、境の景色の説明や歴史などが聞けるという、世界初の自動ナレーションシステムを開発。 1975年にアメリカ合衆国商務省の E アワードを受賞、グランドキャニオンユーラン飛行のパイオニアとしての地位を固める。フォードトライモータ1979年には東京都に死者を設立したことで日本人乗客が増加し、通算100万人の登場を達成した。1983年にはデハビランド DHC-6 をベースにして窓を 特別大きく改良した遊覧飛行専用機ビスタライナーを共同開発し運用を開始した。なお、特別料金を払うことで1920年代に開発された名機であるフォードトライモーターを利用できるサービスを提供していたが2000年代に優勝飛行を停止した。現在グランドキャニオンの遊覧飛行を提供している。 航空会社として唯一、アメリカ連邦航空局が、運航や、整備面の技術が高い大手航空会社に与える、パート121運航免許を所持している。また、日本語のナレーションも提供するなど、日本人対応が充実していることでも知られ、1985年10月には、ヒロノミヤ・ナルヒト・新ンが、母校ケンブリッジ大学からの帰路に、グランドキャニオンを訪問した際に、 シーニック航空を利用するなど、日本人観光客も多く利用する。現在までに5件の人身事故を起こしている。サマリーオブ NTSB レポートイントゥーザ、クラッシュオブセスナ 402N3250、9ハットサマリーオブ NTSB レポートイントゥーザ、クラッシュオブセスナ 402N52SA、ハットサマリーオブ NTSB レポートイントゥーザクラッシュ。 オブセスナ 404N2683S ハットサマリーオブ NTSB レポートイントゥーザクラッシュオブセスナ T207AN6468H ハットサマリーオブ NTSB レポートイントゥーザクラッシュオブセスナ208バイトキャラバン N12202 ありがとうございます